全国におよそ4万社ある八幡宮の総本宮、宇佐神宮のある大分県宇佐市。そのほぼ中心を貫く駅館川の河口付近に広がる県下最大の穀倉地帯、宇佐平野。平成25年5月、大分県国東半島宇佐地域は、国連食糧農業機関 FAO の国際会議において、世界農業遺産にも認定され、その伝統的な農業や文化、土地景観の保全と持続的な利用が図られている地域としての期待も高まっています。私たちスターフーズグループは、その歴史ある豊かな大地の恵みを受けた大分県宇佐市で、安心と安全、そして信頼をモットーに、パン粉、ペン玉、冷凍パン、ピザ、グラタンをはじめとする体に美味しい食品を全国の食卓にお届けしています。スターフーズグループ宇佐パン粉有限会社の元となる岩井商店は、かつて筑豊炭鉱に香木を納め、仕入れた石炭を地域の塩田などに販売する商売をしていました。時代の流れとともに冷凍食品製造に事業転換していくお得意先のニーズに応じて、昭和45年宇佐パン粉有限会社を設立、パン粉の製造販売を開始しました。食生活の変化とともにパン粉の需要はさらに伸び、営業の拡販を図るため、昭和53年に関連会社としてスターフーズ株式会社を設立。さらにパン粉だけでなくピザの製造を開始し、平成元年に原田フーズ株式会社を、平成7年には冷凍生地の開発のためサンアイフーズ株式会社を設立し、現在これら4つの関連会社で成り立っています。平成13年関西工場稼働、平成20年柳ヶ浦工場稼働、そして平成26年柳ヶ浦工場に新ラインが完成、稼働を始めました。私たちスターフーズグループは、食を通じ社会に奉仕、お客様のため和と感謝を基本理念に掲げ、大地の恵みから体に美味しい食品を作り続けています。地元宇佐で小麦を育てたい、その小麦からどこにもない美味しいパンを作り出したい、いろんな商品を作ってきていますが、うちがこだわっているのは小麦粉で作れる商品です、とスターフーズグループ代表岩井正久は語ります。宇佐の農家の方と共に一緒になってですね、宇佐でできた小麦、それを小麦粉にしてパンにするということで今やらせていただいています。地域の子どもさんたちにも、麦まきの体験をしていただいて、パンになるにはどこまでどういう過程でできるのかというのを知ってもらいたいために、今日は麦をまいてもらいました。安心安全そして健康というテーマを今後私どもの会社の中に、取り入れていきたいと、スターフーズはそう思っています。そこには九州でも有数の穀倉地域である宇佐市の田園風景への思いがありました。地元宇佐地域で育てた小麦で商品を作りたい、しかし現存の小麦はパン作りに適するものではありませんでした。そこで地元農事組合の協力を得て、パン作りに適する小麦作りの開発に乗り出しました。小麦の生産は地元宇佐市の農事組合法人農酒さざれと連携、タンパク含有量をですね上げていきたいと。でそのことによってもうここだけの、パンができるということを目指しています。品種改良は大分県農林水産研究センターをはじめ多くの機関が協力、土壌改良などを重ねた結果、ついにパン作りに適するタンパク質の含有量が高い小麦、南の香りの開発に成功。生産者たちの熱い思いがおよそ10年の歳月をかけて実現しました。この働きが国の農商高等連携対策支援事業に認定され、平成25年1月21日宇佐市長と大分県北部振興局長の立ち会いのもと、宇佐パン粉と
大分県農業協同組合はパン用小麦、南の香り生産流通に関する協定を結びました。こうして多くの人々の情熱と夢から安全安心の大分県産小麦にこだわった冷凍パンは生まれました。地元の子どもたちに地元で採れた小麦でパンが作られていることを教えたい。小麦の種まきから収穫、パン作りを通じた食育によってこれからの宇佐を支える子どもたちに地元の誇りが芽生えていくことを願って。すごいなと思うのはね、こう僕は本当にこの農業はですね、やっぱし大規模化をしていくという流れと、そして農商工連携でこう付加価値を高めていくというですね、大きくこの2つの流れにやっぱ集約していくんだろうと思います。でそうした中でこの南の香りをこう栽培して、それをこうパンにしていくというのはですね、非常にこうその農商工連携のですね、まあモデル的なケースではないかなというふうに思います。明日の農業のこう新しいこう発展したこう一つこうレベルの上がった姿ではないかなと思います。まあそれを実践されておられますね。もう岩井社長に心から敬意を表したいなと思います。大いに期待いたしております。お客様が安心して満足のいただける商品を常に提供するためには、その基本は美味しいパンを焼き上げるところから始まります。当社では25年のキャリアに裏打ちされた職人の技術で製パンの仕込みを行い、そのパンの製造技術をさらに向上させるために随時5名の品質管理スタッフが仕込みごとのデータのバックアップを取り解析を行っています。まさに匠の技と最新技術の融合によるパンの製造が行われているわけです。これはパン粉製造ラインでも同様です。最新技術による粉砕工程、官能検査、衛生検査を繰り返し、徹底した品質管理体制を導入しています。そして積み上げられたデータは毎日のミーティングで報告され、情報共有を確かなものとしています。こうして日々改良改善を行い、確かな品質と信頼される商品作りに飽くことなく挑戦を続けています。またお客様により一層の安心とご満足をいただけるよう、品質管理担当者をオブザーバーとしたクレーム撲滅チームなどを結成し、全社的な取り組みで品質管理を行っています。冷凍パン南の大地シリーズはミニ食パン、クロワッサン、バターロール、ゆずパンの4種類、イーストフードを使用しなくてもふっくら美味しいミニ食パン、トースターで表面を焼いた時のサクッとした食感と香ばしさがたまらないクロワッサン、ふんわりとした柔らかな食感と風味豊かな香りが食欲をそそるバターロール、厳選した大分県産ゆずを使用したフラボノイドが体に優しいゆずパン。ゆずパンはうさパン粉有限会社、国立法人大分大学工学部応用科学科、大分県立看護科学大学などとの産学官連携により生まれた機能性パンです。うさ平野で育まれた安心で安全な小麦に大分産の香り豊かな完熟ゆずの皮をたっぷり使用、ゆずの皮に含まれる体に優しく体調管理に役立つ機能性成分とフラボノイドが作用する、美味しいだけでなく体に優しい嬉しい機能性パンが誕生しました。口に入れるとほのかなゆずの香り、甘みと酸味の絶妙なバランスが特徴です。小さなお子さんにもぴったりで、栄養価はもちろん食感にもこだわっています。おいしい？おいしい。冷凍パンなのでいつでも食べたい時に食べれてすごく便利です。ゆずの香りもふわっとしてしっとりしてるね。美味しいです。ふっくら香ばしくて美味しいです。うさでできた小麦と聞いて子供にも安心して食べさせることができます。美味しかったね。れいくんの大好物は何？パン。くびれパンは
さまざまな研究と取り組みから健康をバックアップするために誕生しました。カロリー、脂質を抑えながらタンパク質や食物繊維を大幅に増やすことを実現した従来にない栄養成分のパンです。日本式西洋料理としての礎を築いたパン粉の製造販売、日本人の繊細な食感に対応できるようパン粉の粒の大きさにこだわり、乾燥パン粉、生パン粉など圧倒的な種類を誇るパン粉、品質の良さが評判を呼び、数多くのプライベートブランド商品にも携わっています。サクサクと香ばしく、うどん、お好み焼きなどに大活躍の天玉、脳商工それぞれの専門分野が連携し、知恵と技術と力を発揮して生んだ大分県産小麦南の香り、産学官が連携し、多くの人々の情熱と夢から生まれ、一般個人宅での長期保存食としても注目されている冷凍パン南の大地シリーズ、現代社会のニーズに合わせて研究開発、糖質 85% オフを実現した機能性冷凍パンくびれパン、ご家庭のトースターで簡単に本場イタリアの味を再現できるイタリアプロフェッショナル協会認定マエストーロ監修による冷凍ピザや冷凍グラタンなど、スターフーズグループの商品はお客様のご意見ご意向により一つ一つ丁寧に綿密な品質管理研究開発を行い、充実のラインナップを誇っています。大地の恵みをいっぱいに受けた安心安全そして健康で体に美味しい食品を全国の食卓に、これからも変わらずにお届けします。